吉田さん、鹿児島いますよ。強力なコンテンツ発信者が、それはマトリックスアフィリエイトのメタ流星です。あいつは鹿児島出身ですよ。鹿児島で20歳で1億稼ぎましたってどっかの会社がプロモーションしててね、私それに引っかかったんですよ。なんと100万円払ってトンズラドロン、やられました。私の100万円、そいつのランボルギーニのガソリン代になりましたわ。鹿児島、強敵言えますんで気をつけてください。あ、それはね、いいとしてね。いや、最近私ね、まあ、困ったことではないんですけども、なんか私の発信を曲解してね、人に伝える人がいて、ちょっとね、もしかしたら特定の、私の知っている方ね、まあ、深く関わってはいないんですけども、吉谷さんを通じて、私も、その方を知ってますし、その方にからも私の名前ぐらいは耳に入ってると思うんですけども、なんかね、その方に誤解を与えてると思います。なんかね、いや、そんなこと言ってねえだろみたいなことを、いや、久保さん言ってきましたからみたいなね、こともあるんですよ。うん、まあでもね、しょうがないです。私はもう自分のことをやるだけなんでね、うん。で、受け取った人がそう感じたんだったら、その人にとってはそれが真実なんだと思いますしね。うん、ただ私はまあ誰かを貶めたりとかね、誰かの邪魔をするつもりはなくて、相対的に自分がやってることの方がいいんだけどな、ぐらいは思いますけど、相対的にですよ。相対的に今だったら私は FX の方がいいんだけどなと思うぐらいなんですよ。あ、でもそれをね、他のビジネスを否定してるって考える方がたまに出てくるのかもしれませんけども、まあ、しょうがないですね。うん、マトリックスアフィリエイトですから、ドーン、バキューン。